上一豆、原一成、筋トレトークをきれいに回収、目パキパキで、熱弁、前のめりになって喋っちゃった。グローバルボーイズグループ上一、JO1 が15日、都内で開催された新 CM 発表会に出席。豆、原一成が、新曲、アクアの魅力をアピールした。豆、原一成、新曲のおすすめの聴き方は、地肌と髪の状態に合わせて選べるヘアケアブランドのアンバサダーに就任した上一、新 CM に伴い、CM 解禁とともに、書き下ろしの楽曲、アクアも初公開された。同曲について、豆原は、疾走感がある曲だと説明した上で、トレーニングには良い楽曲なんじゃないかなと、自分を見つめるっていう。トレーニングしながら自分の体を見て、これは良い体ができてるぞっていうトレーニングにぴったりな楽曲だと思いますと、トレーニングへの熱を覗かせた。一方、最後は畳みかけるように話していた豆原に、報道陣のフォーカスが集まり大量のフラッシュが飛んでいたことを突っ込まれると、僕も前のめりになって喋っちゃったと照れ笑い。この様子を川尻蓮が目パキパキの豆原と命名していた。続けて河野純喜がこの曲を聴いてて自分に浸るっていう感覚になるとし、すべての人が自分に自信を持って生きていただいてほしいなと思うんですけど、僕はそれを香料理の時に感じるので、クッキングの時に表現したいですとコメント。すると、豆原が、それはクッキングしてトレーニングして食べて筋肉につなげていくってこと？と自身の話と合わせて、綺麗に回収していた。上一、新曲、アクア初公開。新 CM では、意識の矢印を内側に向け、自分の心と体に向き合い自分自身を慈しんで欲しいというブランドのメッセージを込めて、内なる世界への旅を表現。上一の凛とした佇まいと、華麗でダイナミックなパフォーマンスによって、自分自身の中にダイブするイメージがアーティスティックに描かれている。そして、アクアは、ブランドの掲げるコンセプトにも通じる、意識の矢印を内側に向け自分を見つめる時間、自分自身へのときめきがテーマの楽曲で、水に潜る感覚を表現した神秘的なサウンドと、メンバーの儚くも力強い歌声が CM を美しく彩る。また、ビジュアル撮影、CM 撮影の裏側に迫ったメイキング動画やインタビュー動画が3月に公開予定。なお、新 CM は15日より公開、16日より TV 放映開始となる。